この度、動画作成用に新しい PC を購入しました。今回は趣向を変えて PC 紹介の動画を作成してみます。購入したのはデルのインスパイロン145415というもので、ネットでコスパ最強と話題になっているモデルです。それでは開封していきます。色はシルバーですが、光の当たり具合なのか少し青っぽくも見えます。シンプルでかっこいいデザインですね。これまで私が使っていた PC はインテルの CPU が搭載されたものばかりでしたが、今回初めて AMD の Ryzen が搭載された PC です。では電源を入れていきます。ここからのセットアップはどうでもいいので飛ばしていきます。セットアップが終了しました。 Windows 11を使用するのも初めてなので、タスクバーが中央に寄っているのが新鮮です。それでは以前の PC とスペックの比較をしていこうと思います。旧 PC は4年ほど前に購入したもので、Core i5 第7世代の CPU にメモリは 8GB という性能です。性能的には中スペックといったところで、とても動画編集に適した PC とは言えません。この PC では動画編集をするのにとても不便だったので、新しく購入するに至ったというわけです。新しい PC は Ryzen 7 5700U という CPU にメモリも 16GB 搭載しています。ある程度の動画編集なら困らないスペックにもかかわらず、送料込みで9万円弱という破格の値段でした。動画編集がどれだけ快適になったか試してみましょう。 AVI ユーティルという動画編集ソフトを使って、1分の動画をどれだけの時間でエンコードできるか試してみます。旧 PC ではたった1分の動画をエンコードするのに7分44秒もかかっています。普段10分程度の動画をエンコードするのに数時間かかり、さらには途中でエラーが起きるということも多いという状態でした。対して新 PC では1分15秒でエンコードが完了、実に6倍以上の速さですね。この PC なら動画編集がはかどりそうなので、最近停滞していた動画更新もこれから再開していきます。それではご視聴ありがとうございました。